皆さんどうも、草刈秀チャンネルです。前回ですね、室屋のこの丸刈りくんですけど、こちらの方を使って、まあ、ナイロンコードの草刈りですけど行ったんですけど、今までもね、いろいろなナイロンコード使ったんですけど、その中でもですね、これかなりね、抜群の切れ味を誇る製品だなっていうふうに思いました。あとはこの丸刈りくんにですけども、こちらのこのジズライザー、これを装着してやったところ、これね、本当にすごい作業性だったんですよね。今回はですね、 1.8cm、3cm、5cm のですね、厚みのあるジズライザーの方を用意しまして、ジズリでですね、快適に作業を行っていきたいと思います。このジズライザーのちょっと補足なんですけど、これこの丸刈りくんの底を支える安定板となってまして、この安定板がですね、地面を滑るようにして進むことができます。ということで、これ切れ味も良くて、地面を滑れるように刈れるということで、この前試してものすごく作業性が上がったんですよね。ですから、それをたくさんのジズライザーで試していきます。一般的なチップソーとちょっと比べてみますけど、そうですね、短い方も長い方も一般的なチップソーよりやや大きいぐらいんでしょうかね。ちょっと大きさ調べてみます。長い方のね、コード同士だとどれぐらいでしょうかね。まあ、大体300ミリになります。この長いところのその直径ですけど、この短い方で、そうですね、280ぐらいでしょうか。300と280ミリになってます。だからこれもし短くなっても、結構チップソーと同じぐらいの外周では枯れていけるんですね。こんな風にこう短くなってもですね。はい、それでは本日強力の 26cc のスタンダードな草刈り機で草を刈ります。はい、まずは標準のですね、 1.8 センチの厚みあるジズライザーを使っていきます。すみません、これもう直感的にですけど、標準のこのジズライザーではやめた方がいいと思います。見てください、ここのところ若干へこみもあるんですよね。へこんでる部分でここしか出てないので、ちょっとね、私の刈り方が下手なんですけど、地面結構叩いてばっかりいて、あとはいくらね、コード強いと言っても、やっぱりもうちぎわがりとかギリギリのところを攻めていくと、ちょっとね、苦しい感じがします。ちょっとね、でもコードひっくり返してみましょうかね。これ切れ味重視のそのコード設定となっているので、こっちをひっくり返したらね、またちょっと変わるかもしれないので、やってみたいと思います。はい、それではコードの方ですね、反対にしてみました。今度はね、地面に接してもそんなにこう、なんていうか、抵抗かからない仕様にしてます。どうでしょうかね。はい、それでは買ってみましたけど、思い描いたのとちょっと違いました。なんだろう、地面コードを左長くしてからはより刈りやすくなったんですけど、それでもね、なんかやっぱり地面近くの草を刈るってなると結構やっぱ抵抗大きいので、いくら切れる刃とはいえ、ちょっとね、苦戦した感じがします。前はね、やっぱりごめんなさい、高刈り好きだから高く買って、もうわーっと、もうなんていうか、時間を稼ぐじゃないですけど、もちろん見た目はその分悪くなったりもあるんですけど、そういう刈り方をしてたんですけど、今はちぎわギリギリなので、ちょっと綺麗にっていうふうに思って買ってたんですけど、やっぱりちょっともたつく場面もあるかなというふうに思いますね。うん、どちらかというとやっぱり高刈りで本当に時間稼ぎたい人、私みたいなタイプがいいのかなと思います。もちろんね、地面だってちゃんと綺麗に刈ればいいんですけど、でも心はやっぱりちょっと距離じゃない、面積を稼ぎたいとか、そういう目的でちょっとこのコードに期待しているので、そういう意味ではちょっと違うかなっていうふうに思いました。うん、なんかやっぱり積極的に地面を攻めていくっていうよりは、高く刈ってこう切れる、その
太いコードなので、それでこうどんどん面積を稼いでいく方なのかなと思います。ということで次は5センチの厚みのある今度はあのジズライザーを使っていきたいと思います。はい、それでは装着しましたが、とんでもないことになってます。なんかね、見たことない形状になってますよこれ。はい、これで買ってみたいと思います。はい、それでは買ってみました。いやーもう最高に切れます。全然あの地釣りというかあの地面スレスレで刈るのと全く違います。もうブン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 早いです。あのこんなに作業性良くなるんだ。あとね、ジズライザーハイも重たいんですけど、あのなんて言うんでしょう、丸刈りくん軽いので装着してもそこまで重さを感じないんですよね。ここもねポイント高かったです。この組み合わせいいんじゃないと思ったんですけど、実はダメでした。ダメな理由ちょっと お知らせします。残念な理由なんですけど、これあのなんて言ったらいいんですかね、丸刈り君よりこれがちょっと大きいのではみ出ちゃってるんですよね。そうするとあのここの中に芯出しゲージとかいろいろあるんですけど、どうやってもこれがずれてくんですね、お椀型が。何回さっきもちょっとやってみたんですけど、でずれると途端にこうあのブレが発生するんですよ。ものすごいブレブレになっちゃって、全くあの結構ね刈り味すごそうですけど、手元めちゃくちゃブルブル震えてしまいました。ダメですこれ。ただねやっぱり鷹狩りがいいんだと思います。もうバン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 進んでいけるので、あの鷹狩りにすればこういう秋の草でもチップソーよりも早く刈れるなっていうのはすごく実感があります。ということで新打ちです。じゃじゃん、これですね、ジズライザーワイド3センチの厚みのあるこちらの方で草を刈ってみたいと思います。はい、それではこちらの方ですね、3センチの厚みのあるジズライザーワイドを使いたいと思います。これもう見るからに安定感ありそうです。では参ります。
はい、それでは買ってみました。いや、枯れますね。すごいですよね。 26cc の機種で、うん、あの腐ってナイロンコード枯れないと思います。あそこまでゆっくり枯れば枯れるかもしれないですけど、このスピードでだとか、あとはあの半分粉砕しながら買っていくので、ものすごいいいですね。シュワージュワーという感じで、あのとってもね、あのスピード速いです。これね、本当にジズライザーのワイドつけるといいですね。ただ気になったのは、ジズライザーワイドでも若干まだあの厚み足りないんですよ。よく言うと5センチの厚みがあるといいなっていうふうに思いました。ちょっとしたね、段差とかでやっぱりあの地面叩いちゃうんですよ。でこのコード分かったんですけど、やっぱり地面叩かない方がいいですね。あの地面叩くとやっぱりあのどんなにメーカーの方でもコードの方はあの強度を強くしましたっていうふうにね、あのいろいろ頑張られたそうなんですけど、やっぱり構造上短くて、あのしなりの部分だってあの他のナイロンコードよりもあの硬い方の部類になるので、どうしても削りやすい特性だと思います。なので極力やっぱり地面に当てない工夫っていうのが大事だと思いますね。本当にあの平米数稼ぐだけだったら、ジズライザーをつけないで浮かせた状態で、軽いのでこれも本体そのまま買っても全然 OK です。むしろその方がいいかなって思うぐらい。ただジズライザーをつけると、そのちょっと浮かせるやつすらもいらなくてずらーっと枯れるっていう。はい、それではちょっと総評に移りたいと思います。だんだんね、このナイロンコードの特性が分かってきました。もう皆さんご承知の通り、もうズバズバ切れるのは分かったと思うんですけど、やっぱりその他の耐久性の部分とかですよね、その辺についてちょっとあのもう一回ちょっとお話しできたらなっていうふうに思います。もうこのコード、あの本当に草の鷹狩り、高い位置であのバン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 買っていくのが本当にいいと思います。今回ね、ジズライザーワイドもやったんですけど、やっぱり本体自体も軽いので、もっとワイドより上の、それこそやっぱり5センチくらい、もっと上でもいいんですけど、その高いところをずっと買っていくっていうのもありだと思います。もう地釣りも OK ですし、あのいろんな選択肢があるかなというふうに思います。ただその選択肢の中で、なるべくね、地面には当てないことをお勧めしたいと思います。本当地面もそうですし、あと荒れたところですよね。あのもう管理されたあの場所で、ここはもう大丈夫だ、石も何もないし、あとはもしかね、あっても自分でも分かってるところだったら、そこのとこ対策もできますしいいんですけど、それが分からないような場所で急に使うと、ちょっとあのコードの方がですね、どうしてもやっぱ削れやすい特性かなというふうに思います。本当にね、メーカーさん言う通り、あの一般的な草をずっとそのなんていうんですか、あの石だとか何も当てずにやれば、一旦近く900平米ぐらい枯れる力あると思います。この前ね、あのそういう場所で試して、本当に500平米ぐらい買っても半分減ったかな減らないかなぐらいですので、あのそれくらいはあるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。これあの丸刈りくんだけじゃなくて、ナイロンコード全般に言えることなんですけど、あの費用対効果についてちょっとお話できたらなっていうふうに思います。結論から言うと、金属板が一番コストパフォーマンスが高いと思うんですけど、ただ条件というか、あの環境や場所がビタッと合う場所であれば、ナイロンコードの草刈りがですね、ものすごく作業性が発揮する場合もあります。あの地域の草刈りでいつもこうなんていうんですかね、あの一人だけちょっとナイロンコードで草刈りをされる方がいるんですけど、でその方を見てると、ものすごい作業性を発揮するんですよね。チップソーというか金属板みんな使うんですけど、それの多分 1.5 倍以上のスピード進んでいくんじゃないですかね。あのいつもなんですけど、その方がやっぱりもうナイロンコードでやっぱり飛散もするので、最初に先頭に行っていただいて、それをゆっくり後から金属板でその道を作ったところに草をかぶせていくっていうんですかね、そういった感じの草刈りの方を行ってます。あのナイロンコードをその使う方に、いやなんであの燃料消費も激しいナイロンコード使ってるんですかっていうふうに質問したんですけども、あの前はやっぱり金属刃を使って、本当に一日中綺麗にこうビッと全部仕上げてたそうなんですね。ただあの本当にやっぱり年も重ねてきて、体も辛くなってきたということで、ちょっとねナイロンコードの草刈りを試したんだそうです。で草のやっぱり高い位置の鷹狩りで、であの往復でそのずっとそのあのナイロンコードされてる方分かるんですけど、金属刃よりも比較的あの竿の先端も軽いから、あの作業もしやすいんですよね。であとそういった形でもうどん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 面積を稼いでいくっていうやり方がすごくいいんだっていうような話の方されてました。ナイロンコードの草刈りをその導入してから、
あの時間であったり、あとは体の疲労っていう部分をナイロンコードで買ってるんだっていうお話の方されてて、なんかねそれが一番今も影響を受けてまして、自分でも実際試してみて、あ、なるほど、本当に場所に合うところには、うん、金属刃よりもすごく作業性が良くて、これは作業がはかどるなっていう実感はあります。本当にあの金属は全く否定するつもりはないんですけど、でもこの考えがねだいぶ私の中にも染み付いてますね。今回あの丸刈りくん、そのナイロンコードの草刈りとジズライザーワイドの120ですよね、これの組み合わせがかなり良かったので、これね本当にあの皆さんにお勧めしたいと思います。この動画を見ましてもう良かったよという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで皆さん次の動画で会いましょう。